久保さん、こちらアイコスですね。加熱式タバコ。加熱式タバコに変えて1年ぐらいは経つかな。まあ、結論ですね、こっちの方が吸いますね。はい、こっちの方が吸っちゃいます。だから、本数が増えましたね。紙タバコより。なんかすあの、なんかね、あの、燃やしてる紙タバコと違って、なんか、まあこれは僕の、 まあ個人差はあると思うんですけど紙タバコに比べるとまあアイコス水蒸気みたいな,な水蒸気ではないんですけども水蒸気うん分かんないですけどまあ有害な物質はもちろん入ってると思うんですけどなんかね肺のダメージが薄いんですよなんで吸えちゃうんですよねうんだから結果的にまあそのニコチンニコチンはやっぱ入ってるんでニコチンいっぱい入ってます ニコチン入ってます、吸えます、結果的に、紙タバコ、な,なんだけ、結論言うと、僕の場合だと、紙タバコよりニコチンを摂取してしまうっていう感じですよね。じゃあ、ニコチンは体にいいのかっていうと、まあ、体に悪いと思いますし。<laughs> だからもう、こう、愛こそ、加熱式タバコが出て、もう、7年か8年か、結構経つと思うんですけど、まあ、最初はね、なんかあの、燃やしてないから、燃やしてないから、タールがないから、どうのこうのっていうところで、まあ 結構な売り出し文句があったんですけども、まあそもそも、まあ吸うこと自体がね、まあ健康には良くないですよね。うん。でもこれもすごい社会の縮図ですよね。お酒も、お酒も、なんですかね、あの CM とかね、お酒の CM なんかね、もう、お酒の CM って、なんか健康な CM ですよね。くーみたいな。 もう,うまいみたいななんかおいしいすごいいいものみたいなで何すかだからまあ世の中の闇というかうんだからお酒とか何すかねお酒を売らなければ そもそもアルコール依存者とかもないだろうし、まあもう,もうね、アルコールに触れちゃってる人類なので、まあアルコールの商品を販売しなかったとしても闇で売られるとは思いますし、タバコの味を占めちゃってる人もいるので、タバコが高くなっても、タバコが販売されなくても裏ルートで仕入れる人もいるだろうし、一回味を占めちゃうと、なんかなんですかね、なんかまあ陰謀なのかわかんないですけど、一回味を占めさせるっていうね、あの、開示の、 カイジくん、お疲れ様、みたいな。ご苦労様、これは今日のおごりだよ、みたいな。で、一回そのカイジがね、このちっちゃいビールを飲んでね、味をしめてね、どうしたのカイジくんみたいな。いや、もうちょっと飲みたい、みたいなね。で、カイジがお金使って、今度、ただでこう、ちょっと飲んでたんだけど、今度その味をしめちゃったもんだから、あの買うわけですよね。 で、買って、カキピーちょっとでこう食ってたんですけど、カイジくんみたいな。カイジくんそれじゃダメだよみたいなね。欲求を満たすときは、行かないとみたいな。で、結局カイジはですね、もうめちゃめちゃあの、給料全部使い果たして散財するっていうね。もうあの縮図ですよね。だ班長が、まあ闇の組織で、班長が、まあ、社会の、まあ,あ、牛耳ってる人の、 役目ななのかもしれないですね甘い汁を国民に吸わして <laughs> でそして結局その甘い汁を吸った国民はそれに買い続けて飲み続けて吸い続けて病気になって薬が売れてね <laughs> 薬だったりとかなんか医療のあれが売れたりとかしてで一番お金を払うところって結論僕は病気だと思うんですよ。 まあいろんなサービスだったり、物だったりあると思うんですけど、一番の緊急性が高くて、人々がお金を絶対払うところって、命に関わること、病気に関わることですよね。<laughs> だから、だから、急、まあ、いろいろな、その、フィルターは入ってるんだけども、なんすかね、その、経済の闇というか、お金の闇というか <laughs>、まあ、そういうのは感じざるを得ないですよね。そういう視点で見るとね。なんで、このタバコに関しても、 なんですかねまあこう書いてあるわけですよ加熱式タバコは周りの人の健康の悪影響は否定できません健康促進旬で禁じられる場所では喫煙できませんと、えー、なんだ発がん性物質や依存性のあるニコジンがふ含まれてるのはあなたの健康の悪,悪影響は否定できない要は悪影響が否定できないって言いつつも売ってるわけですよねこれもでも久保さんすごいですよね悪影響が否定できないものを堂々と売れるっていうこの この法律もすごいですよね。悪影響、体に害があるっていうものを提示しながら堂々と売れるこの法律もすごいと思います <laughs>。だからまあ、いろんな観点で見ると、まあ、面白いっちゃ面白いですよね <laughs>。まあ、世の中の闇っすよねだ。だからね、福本作品の,あの僕はあの、あそこのシーンもね、まあ、ご紹介したシーンもすごく好きなんですよね。班長のとカイジ君のやりとりがだからあ,れあれもなんか、 福本さんがうまく描いてるなと思いますね。うん。ねタバコはね、排気表、僕、が肺に穴開いたことあって、手術してるんですけどね。やっぱ、吸っちゃいますよね。で、今、もう、タバコをちょっと切れたんで、買いに行こうと思ってたんで、そう。ちょっとっっ、タバコ買いに行こうかなと思ってたら、タバコ買いに行こうかなと思ったら、久保さんがね、なんか、タバコの動画を送ってきてたんで、何なんですかね、っていう。 うん、はい、まあなんなんですかねやっぱ人間は弱いってことじゃないですか言ってらっしゃい